日のエネの乱兵士の乱は、1636年から1637年にかけて、清志が、李氏朝鮮に侵入し、制圧した戦い。韓国では、朝鮮王朝実力以来、敵対感が込められた故障である日のエネウロン、ピョンジャホラン、兵士コランが用いられたが、自国中心主義であるとしてヒノエネ戦争の故障も、使用されている。この字は、 古来より漢族が北部や西部の移民族への別称として用いていたのであり、ウロンは北西部の蛮族、女神が乱を起こしたという意味になる。中国では日のエネの役と呼ばれている。17世紀初め、中国全土を支配していたアキラが衰えを見せ、アトキンが台頭してきた。1627年、アトキンは反アトキン親民的な政策を取っていた朝鮮に、 侵入、制圧し、堤防武論、ろトキンを、兄、朝鮮を弟とすることなどを定めた和議を結んだ。1636年、アトキンの体操本体時、皇太局は皇帝に即位し、国号を清と改め、朝鮮に対して侵入するよう要求した。しかし、朝鮮の朝廷では、関和論、主戦論が大勢を占めたため、人祖は要求を拒絶し、 清と戦う準備に入った。清は朝鮮が謝罪しなければ攻撃すると脅したが、朝鮮はこれを目殺した。これに激怒した本大寺は、朝鮮侵攻を決意する。清との戦いが、決定的になると、朝鮮は、隣国の日本に援軍を行うことも検討したが、これは実現しなかった。1636年12月29日、旧暦12月2日。 本体寺は、自ら十万の兵力を率いて、当時都としていた政教、信用を立ち、翌年一月五日、旧暦十二月九日には、王緑港を渡って、朝鮮に侵入した。義州府院のは、白馬山城を固めて新軍に備えたが、新軍はこれを避けて、ハンスンに向けて進撃した。九日、朝鮮の朝廷は、新軍侵入の事実を知ったが、十日には、 新軍がすでに会場を通過していた。朝鮮朝廷は急遽、ハンスンと高加島の守備を固め、喪失を高加島に避難させた。十日夜には人祖も高加島へ逃れようとするが、新軍に道を塞がれ、やむなく一万三千人の将兵と共に、南関山城に逃れ頭を包囲され、四十日余りの牢城の末に降伏、和議が結ばれた、三田渡るの名役、 1637年2月24日、神祖は城を出て、観光南岸の三田渡るにある、新軍陣営に出向き、清に対する降伏の礼を行わされた。神祖は、朝鮮王の征服から、平民の着る粗末な衣服に着替え、受講団の最上段に座る本体寺に向かって、最下段から三気球高等の礼による進化の礼を、行い、許しをこうたという。このにより、 李氏朝鮮は、真の作法国となり、真の作法体制に組み込まれた。本大寺は、自身の徳と人祖の過ち、そして、両者の名役を示す碑文を、満州語、モンゴル語、漢語で石碑に刻ませ、1639年に、幸福の地である、三田渡るに混流させた。李氏朝鮮は、この和議により、初年度に黄金百両、 白銀染料のほか、牛3千頭、馬3千頭など二次項目余りの物品を献上したが、毎年超高品目は減った。また、人祖実録によれば、和議の10ヶ月後には、婚姻のため8歳から12歳の6人の女を送ったり、その翌年には10人の次女を送った記録があるが、これらの婚姻は取り消されている。 真の作法体制に組み込まれた朝鮮は、清からの直視派遣を迎え入れるために、芸音門を建てた。清からの直視は1637年から1881年までの244年間に161回に、及び、その度ごとに、朝鮮国王は芸音門に至り、三期休高等の礼により迎えた後、忍ぶ果敢での接待を余儀なくされた。逆に、 朝鮮から清への長校し、朝鮮つばめ講師は500回以上にも及んでおり、当初は毎4回、1644年以降は年1回。これは当時の真の作法を受けていた琉球2年に1回、タイ3年に1回、ベトナム4年に1回などと比べても突出して多いものであった。 このような清と朝鮮の作法関係は、日本と清による日清戦争で日本が勝利し、下関条約で日本が真に、李氏朝鮮の独立を認めさせる1895年まで、約250年間続いた。朝鮮がこの戦いに敗れるまで、歴代の朝鮮王が、明朝皇帝に対する新説を、全うしたことを清側は高く評価し、 後の法規定がこれを称賛する直用を出している。11項目からなる定中役定によって、朝鮮は主権放棄させられた。国防に関する項目は、新旧の城壁を修理したり、伸縮したりすることを許さないとされていた。工場戦が基本だった時代なので、国防放棄宣言そのものだった。清の体操、本体時は、死者を延々と送り、朝鮮が、 国防に手をつけられないようにせよとの遺言を残すほど朝鮮に国防させないとに執着した。定中役場を結ばされた68年後の1705年の朝鮮実力に崩れた都の城の兵の修理に真の許可の必要性をめぐって朝鮮の宮廷は揉めていた。そのことを朝鮮日報は情けないとして2017年の韓国の THAD への中国への対応と似ていると指摘して中国への産不宣言は低中約状だと批判している。1705年当時、現代の副首相に相当する朝鮮の右犠牲は気づいた後で発覚したらどうするのかと心配。同格の左犠牲がゆっくり気づけば気づかれずにできていると詳細句を提案。現代の国防長官に相当する兵層範書は 他の意見を甘ねく聞いてから決めようと結論延期した。朝鮮日報は戦闘に必要な山城もなく、宮廷警備や道警備する兵を修理するため言った言葉として現在の韓国の中国への態度そのものだと悲観した。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。